韓国の潜水艦技術も少しずつですが、向上しています。以前は、ドイツから購入した潜水艦の操作仕方がわからずに、日本に SOS を求めてきたほど、ど素人でした。当時は、まだ、今のような状況ではなかったので、海上自衛隊が教えていました。今回は、韓国の次期潜水艦に、リチウムイオン電池が搭載されることを詳しく見ていきますね。先行しっぱなしで、発火事故なんてことにならないように、いや大丈夫ですね。先行深度は30メートルでした。2021年12月30日、これまでも、韓国海軍の多くの潜水艦建造を手掛けてきた、デウ造船海洋社は、キョンサンナムドのコジェの造船所で最新型であるチャンボ5サンバッチ2にあたる、2番艦の建造に着手した。同年8月には、チャンボ5サンのバッチ1の1番艦である、ドサンアンチャンホがすでに収益済みであり、こちらは、水上排水量3300トン、全長 83.5 メートル、全幅 9.6 メートルの韓国が国産を謳っている通常動力型潜水艦である。ドサンアンチャンホは、機関部にはオーソドックスなディーゼルエレクトリック方式を採用。これに加えて、燃料電池型の非待機依存推進を搭載しているが、蓄電池には鉛製のものを搭載している。ドサンアンチャンホが建造、収益時に注目されたのは、原子力潜水艦に比べれば、はるかに小型な通常動力型潜水艦でありながら、上部背面に6機の VLS を装備した重武装な作りが挙げられる。韓国海軍では、潜水艦が先行したままの状態で、水中からこの VLS に搭載する対地攻撃用の巡航ミサイルや弾道弾を発射する難易度の高いコールドローンチ方式のテストにも成功したとしており、大きな話題を集めた。今回建造に着手したチャンボ5サンバッチ2の2番艦は、水上排水量3600トン、全長89メートル、全幅 9.6 メートルとされており、鉛からリチウムイオンを用いる蓄電池に変更、VLS も、10機を搭載するなど、改良と拡大を行っている。バッチ1である、ドサンアンチャンホ9は、3隻が建造されているが、今回のバッチ2でも、同様に、3隻の建造が予定されており、これをさらに大型化したバッチ3も、3隻以上の建造が、今後見込まれる状態にある。このチャンボ5サンの最終型となるバッチ3では、艦の水上排水量も4000トンまで拡大されると見られているが、機関部に原子力推進を採用したいとの韓国側の目論見もあり、これが実現できるのかにも注目が集まっている。さすがに、韓国が原子力推進の潜水艦を建造することは、政治的にもアメリカが容認はしないだろうというのが大方の見方ではあるが、2021年に、オーストラリアが、アメリカ・イギリスとのオーカスを締結したことも、影響がありそうだ。それまで、フランスが、自国でシュフラン級として建造している艦を、通常動力型に変更、これをアタック級として、調達予定だったオーストラリアが、アメリカもしくはイギリスからの原子力潜水艦調達へと、180度の方針転換をしたからだ。オーストラリアでも、具体的に、アメリカとイギリスの、どの原子力潜水艦を調達するのかは不明であるが、原子力潜水艦の保有について、オーストラリアは、よくて韓国はダメだという理屈は、ないはずだと、韓国国内からは、声が上がっている。しかし、オーストラリアが、この方針転換に至った最大の理由は、南シナ海方面への中国の海洋進出が顕著となり、同海域への中国の戦略型原子力潜水艦の展開が、自国の安全保障に重大な影響を及ぼすと判断したものだろう。
ゆえに、中国を敵対視するどころか、どちらかといえば、かつての清志王朝時にも似た、むしろ従属姿勢に回帰しつつあるように見える韓国に対し、アメリカが便宜を図ることは考えにくく、原子力推進に必要な技術支援は期待できないと思われる。ただし、こうしたオーストラリアの原子力潜水艦導入の余波は、日本にも飛び火しており、少し前には考えられなかったと思えるのだが、現役の与党政治家里までも、これに日本も習うべきとする、ある種の安易な便乗論が噴出している。小島とは、日本が、兵器としての原子力の検討をタブー視すべきだとは思わないが、建造に要する、コストや技術、導入後のメンテナンス等を考慮すれば、現行の通常動力型に比して費用対効果が高いかどうかをまず論ずるべきだと感じる。海上自衛隊では、中期防衛計画で、当面の目標としてきた潜水艦隊22隻体制を、最新型の対艇型一番艦の今年2022年の収益によって達成する見込みではあるが、同艦のおよそ800億円とされる建造費よりも、原子力潜水艦は、はるかに高額だからだ。アメリカはともかく、イギリスでは、毎級のトラファルガー級攻撃型原子力潜水艦が3隻、最新鋭のアスチュート級が4隻収益中、3隻建造中となっており、いずれは後者に置き換わるが、総数では7隻の保有に過ぎず、絶対数は少ない。ことに運用面を考慮してみれば、イギリスのアスチュート級も、航空母艦たるクイーンエリザベス級等の空母打撃群の護衛任務が中心とみられ、日本のような潜水艦単独でのチョークポイントでの待ち伏せ用途とは大きく異なる。まあ、日本の防衛省も、今後の潜水艦については、VLS の装備も検討事項とすると報じられたこともあり、現行の攻撃型潜水艦としての運用から、対地攻撃力を中心とする。戦略兵器としての別運用を視野に入れ始めたとも言えるのかもしれない。そうした新たな用途を希求するのであれば、連続潜航時間や水中の移動速度に優位性の高い原子力潜水艦は、確かに検討には値するとも思えるが、まず、対地攻撃能力の獲得を優先するのなら、現行の艦への兵装面の強化が先の気もする。アメリカとイギリスのみが運用を行っているトマホーク巡航ミサイルは、イギリスのアスチュート級がそうであるように、533mm 魚雷発射管で運用可能なブロック、IV バージョンがあり、この導入をアメリカと交渉することが先決ではなかろうか。これから、VLS の開発や、その搭載を行う、新型潜水艦を建造するよりも、潜水艦への対地攻撃能力の付与が目的であるならば、こちらを先んじて行う方が現実的な選択肢ではないかと、個人的には思えてならない。さて、韓国の方に話を戻せば、今回のチョーチャン5号3バッチ2の2番艦の建造を担う、デウ造船海洋社にとって、経済的に大きな影響を与えそうな動きが、この2022年、1月13日にヨーロッパから発せられてた。これは、デウ造船海洋社とヒュン、大重工業者グループの傘下にある韓国造船海洋との統合が、韓国では2019年に行われていたが、EU がこれを承認しないことを正式に発表したというものだ。韓国からしてみれば、いわば国策として、液化天然ガスの運搬用である、大型タンカーの建造を集約しようとしていたのだが、EU の判断は、同分野の独占を危惧し、最終的に、その経営統合を認めないとの判断を下したことになる。すでに、世界の液化天然ガス運搬用大型タンカーの建造は、
韓国のテウ造船海洋社と、韓国造船海洋とサムスン重工業の3社が加勢している状態に近く、2社の経営統合を認めた場合、それをさらに加速させる恐れがあるためだ。勝手は、隆盛を誇った日本の造船業からシェアを奪って拡大を続けてきた韓国のこれらの企業だが、すぐに即時的な影響は少ないとは言うものの、韓国が描いたシナリオ通りには進まず、今後の行方にも注目が集まっている。